はい、皆さんこんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってきました。今日はですね、尺八の、まあ、特徴的な動作、演奏に使う特徴的な動作としてメリ、カリっていうのがあります。その中で今日はメリのやり方を紹介したいと思います。まあ、メリっていうのはどういう動作かというと、まあ、こう構えていてうなずくですね、顎を引くとか、首を曲げるとかね、下を向くとか言うかもしれませんけど、こうやることがメリの動作です。で、音程は下がります。ちょっとやってみますよ。こんな風に音程を下げるのがメリです。だからメってとか言われたら音程下げてくださいって言われてることですね。じゃあ実際メリの動作っていうのはどういうことが行われてるかっていうと、はい、こんな風に下唇を押さえているものが、うなずいたりすることによって、ね、この空いている隙間を埋めることがメリの動作になります。だから実際うなずかなくても実は音程を下げることができて、ちょっと見ててくださいね。あ、聞いてくださいかな。やってみますよ。ね、こういう風に下唇をギューッと押し付けて、ここの面積を変えたので音程下がりました。わかりやすいのは、まあ、うなずくですね。まあ、もう一回やってみますけど。こういうことです。で、一つポイントは、メリの動作をすると、唇と歌口が、ね、近づきます。で、近づくってことは、そのままの息の強さで吹いていると、まあちょっと音が出にくいっていうことが起こりますね。なのでメリをするときには少し息を抑えてください。息を抑える、うん、息を抑えるやり方は、一つのヒントとして言うと、大きな声であーって言ってるのと小さな声であーって言ってるのの違いを知ることです。あーあー、これを吹いたままやります。息の強さ変えなかったら、まあこんな感じになるかな。ね、まあひっくり返っちゃったりしますので、本来出したい音にはならないということになります。はい、メリのアクション、まあ、登山流でいうと角半音とか、金庫流でいうと角メリ、そういった指で使う音になります。指の開け方もシビアになりますが、メリという動作でそれを補助する、ね、その時には息遣いも重要になります、ね。指、そして、こういった、顔の角度によって埋めること、そして息の量を抑えること、ね、この3つのポイント3つのポイント3つのポイントに気をつけて、メリっていう動作、そしてメリで出す音を綺麗な音にしていただければと思います。では今日はこんなところですかね。ありがとうございました。尺八ワンポイント講座でした。お疲れ様でした。